グレンコーブ駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベイ支線の駅である。この駅は、ニューヨーク州、グレンコーブ町のダックポンドロードの北、ピアソールアベニューとノーフォークレーンの間にある。グレンコーブ駅は1985年にエーモア、ディグニファイドステーション2ディシンバークを探していた、プラットや JP モルガンなどのゴールドコーストの億万長者の要請を受けて建設された。これはこの駅が、 グレンストリート駅からおよそ1マイルの場所に建設された理由を説明している。その絵のように美しい駅は麗しのサブリナ、ハローアゲインを含むいくつかの映画やいくつかのコマーシャルで紹介されている。それは整備員がしばしば出入りするナッソーカントリークラブの南西の角で見ることができる。この駅はエライダブリュファーで最長でまっすぐな待合室のベンチを有するそれは 長さ35フィートである。あまり知られていない秘密は、西の待合室の壁の後ろに、かつて待合室で顧客に見られた美しい暖炉がある、ことである。この駅へは、バスアクセスが利用できないが、現地のタクシーがそこに停車する。この駅は、高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効調は4両である。一番線に隣接する、西側のプラットホームは通常、 南行きまたはニューヨーク行き列車が使用する。2番線に隣接する東側のプラットフォームは通常、北行きまたはオイスターベイ行き列車が使用する。オイスターベイ支線はこの場所では2000である。ウィキメディアコモンズにはグレンコーブ駅に関するカテゴリーがあります。グレンコーブ駅が描かれた1907年のポストカード。中、主な駅舎の南西に貨物置き場がある。 ありがとうございます。